サバイバルチャレンジはご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。サバイバルチャレンジ4日目、今日は天気があんまり良くないです。雨降りそうな感じなのと、あと風が心配なので、朝はテントの補強をしたりして、今8時ぐらいですね、満潮です。午後から雨で、しかも3日間か4日間ずっと雨降ってるみたいな予報なので、今のうち雨に向けて食料をストックしておきます。なんか空いてんのかな、わかんないけど、普通に立っててもあばらの下がベコってへこむようになってきました。まあまあ行きますか、山に。あっちはヌタバがあってイノシシとのエンカウント率が高そうなので、こっちの山道から吹きを取りに行ってきます。よいしょ。前にさ、いちご見に行こうよ。いちご。こんだけ？マジで。私の今日の朝ごはん、ヘビイチゴ3つ。いただきます。うん、草だね、草です。これは今まで食べたヘビイチゴの中で一番草だった。まあ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 、ビタミン取れたし、行こう。この辺のフキもでっかいね。でかいフキは硬いのかな、ちょっと硬そう。はあ、イチゴの群生地やん、ここ。見えますか？いっぱいあるんですよ。え？え、待って、めっちゃいっぱいあるんだが。この辺いけるんじゃないの？まだ青いな。とりあえず見つけた3つ。さっきのより色が薄いサーモン色。身はね、大きいですね。いただきます。うん！甘じょっぱい！これめっちゃ甘い。味がある。酸っぱい甘いでいけば、酸っぱいが勝つんですけど、味があることが嬉しい。ちょっと、ここ、覚えとこう。OK。どっちゃり。帰りましょう。甘大根は、私はでも鞘ごと行く、この柔らかそうな細いのを取っていきます。2種類積んだ柔らかそうなちっちゃいやつと、ごついやつ、もう豆って感じのやつ。下処理だけしておきたいので、拭き合っとくか。葉っぱも食べられるけど、どうしようかな。こんな感じで茎だけにしていきます。お湯でしばらく茹でます。
防災グッズで持ってきたアイラップに水を入れて、これで水にさらしときます。腹筋の下処理はこれで終わり。次、浜大根の鞘。できた、朝ごはん完成です。ふきと浜大根のさやと焼き鳥缶とご飯、いただきます。ふきはしばらく保存食にするので、今食べない分は取っておいて、これを食べてきます。皮みたいな繊維があるので、これをビロビロっとやって食べます。何もなしだと、吹きだね。吹きの味がする。ついに缶詰に手をつけてしまった。めっちゃいい匂いする。醤油っけ、そして甘そう。キャン、あー絶対おいしい。もう、あーめっちゃご飯食べれる。腹筋合う。もう最初からこの中に入っていったかのようなマッチ具合。うまい。甘だれうま。あー鶏の脂だ。そして浜大根。浜大根はこういう小さいものはそのまま食べれるんですよ。なんだろう、本当にサヤエンドウの塩茹でみたいな感じでめっちゃ美味しいんだが、摘むのがめんどくさいからついついこの大きいのを取ってしまう。これはめっちゃちっちゃいですけど豆がいるんですよ。この豆食べられるので食べるんだが、見て、可愛すぎる豆ご飯。ほのかに豆を感じる。でもこの周りも繊維がすごくて飲み込めないんですけど、甘いには甘くて美味しいので、散々食べて繊維を後から出すっていう方法もあります。あのスイカの一番端っこの方をシャクシャク食べてるみたいな感じです。でもやっぱ美味しいのはちっちゃいやつかな。今日はタレご飯ができる。あーうまい。ちょっと塩引いた。いける。意外と晴れてきたから今のうちに魚を取ってきます。食べたら。出た。こんな感じで4日目の活動は終了です。メイク落としたり髪の毛拭いて動画編集をしようかな。さっぱり。パチパチ。一日の終わりって感じがします。